これどんどんでかくなるんやない。おお、どこまででかくなる？ふえー、ああ。はい、そして3ページ目。第11話アイスのあたり。駄菓子屋さんとかも最近は見かけんもんね。まあ家の近くに私あるけど。どうした、お腹が痛いの？プラモデル玩具駄菓子田中屋。アイスが当たればいいの。ん、なんか今食べ進めていきよる。あ、食べて終わったよ。ハズレ。時間経過で進んでいく感じね、これ。どうした、お腹が痛いのか、何もできないのか。うん、なんかめっちゃじーっと見よる。怖いよー。これどうすればいいんやろ。うわ、何、落としちゃった。万引きしたってこと今の。怖っ。それはよろしくないよー。なんだ、どうすればいいんだ。君は何か、え、なんかヨーヨーが早くなった？気のせいかな。ビヨンビヨンビヨン。で、この子たちは何の意味があるんだろうか。もう食べ終わったけど。何？何をすればいいんだ？え？アイスのあたり。あ、なんか上。胃に効くぜ。どうぞ。どうした急に。シャキーン。お、アイス。この中に当たりが。え、両方。お腹痛くなるんじゃない？何？どうすればいいんだ、じゃあ。あ、いらないんすね。はい。で？お、当たり。でもそれ横の男の子が食べたやつやけど、それでいいの？ちょっと納得がいかないんだけど、それでいいの？はい、第12話ホームランボール。あ、なるほど、野球してる側じゃなくて見る側ね。ホームランボールが飛んできたらいいってこと？まずは、おい、痛い。なんかあっちにもなんか男の子おる。なんだ、どうすればいいんだ。まずこの時点で、あ、こっちに移れるんか。なるほどなるほど。え、なんか男の子ゲットしたんやけど。隣に。なんだ。え、でもこうするしかないんかな。あとはどうするんやろ。え、結局当たるな。さっきより間近で見られただけになるけど、どういうことなんだろうか。この男の子でもゲットできる。あ、待って、ここなんか剥がせるぞ。安心安全ホームラン。あそこの文字が変わったけんってなんか関係あるかな。いけい。いや、変わらねえ。あのボールとバットがなんか関係ある？ちょっと待って。ここ剥がして、バット、ボール、男の子。で、男の子座らせて、バット。え、めっちゃ危険やん。ですよね。ですよね。追い出されるよね。え？ちょ、待って。ここ剥がす。バット、ボール。ん？こっちのバットを変えるとか。ボールも、ボールは変えれんのか。え？ボールを、どうすればいいんだろうか。男の子を移して、これを持っても一緒よね。
の男の子に持たせるとか。とりあえずこれ取ってでバット変えてでこれ持たせれないのか。なんかボール持ったけど、え、持ったけどなんだこれで。おっと、どういうこと、どっちかわからんなったってこと。じゃああのボールを持たんかったらいいんか。ってことはこれを剥がしてバットこの男の子よくわからんけどとりあえずこっちに戻ってバットで OK なんかな。これでスポット収まる。お、取れた取れた、イエーイ。あ、優しいね優しいねあれは誰なんやろ、見知らぬ男の子なんかな。はい、第13話ここ掘れワンワン。でもさっきのラッキーなのはさ、小さい男の子の方じゃない何、お宝出てくるかな、死体とか出てこんよね。骨や骨、手がこんなに汚れてまで掘ったのに。ラッキー、別にアンラッキーってほどでもないけど。じゃあ他のラッキー、なんか10円、水、10円は何の意味が。バナナ、え、お水飲むかい。あ、なんか場所変わった。何それ、うい水道管。なるほど、それに関するものになるってこと。じゃあお宝は、あ、10円やったらいいってことか。それで多分小判がザクザク。待って、こっちどこやっけ。10円、なるほど。これは一体どこにあるって聞きよるわけやね。これでへそくり、誰の親、親か勝手に取っちゃいかんやん。はい、第14話学校に行く。なぜはてな、これ電話つながってないよ。せん、友達？あ、台風で学校が休み。ふんふんふん。あ、なんかそういう。それで、あ、ゲームしよる。買ってもらったゲームやね。はい、第15話、全力駆け込みバス。あれ、めっちゃパジャマじゃない？ほらほら、着替えろ、着替えろ。普通に起きたまんまの格好で。これ確実にマンホールに落ちるパターンよね。ちゃんと閉めとこう。え、これで大丈夫なのかな。どういうこと、ズボンがずり落ちとって踏んづけたってこと。ちゃんとしろよえ、ってことは、あー、もうほら、めっちゃこけそう、こけそう。それは確かに。これで、はい、ズボンちゃんと、いや、着替えろって感じやけど。これで OK？ 結局間に合ってないですけど。戸を開ければいいとかそういうことかな。はい、マンホールの蓋を閉めて、足元まくり上げて、バス停を動かす。あれ？なんか取ったけど。え、これどうすればいいんやろ。これを自分につけれんかえ、これってどうするの。
どうするのだろうか。とりあえずスタートしてみる。でもあれが取れたってことはなんか使うんよね。どう使うんやろ、あのバス停のやつ。バスじゃないわ、マンホールの蓋閉めて裾まくり上げて、でこれなんすよね。これをどうするか。他になんか取れそうなものとか別にないんよね。もしやここに、あ、ボタンが設置できた。で押す。まだ止まります。何まだ止まりますって、どういうこと何そのボタン、意味がわからないけど、まあなんとか駆け込めた。ラッキー。いやでもそれ気づけ服装気づけ。はい、次4ページ目第16話流れ星見っけ。流れ星は何回か見たことある。え、蛇が、これは蛇を出してはいけないのかあのフクロウに蛇食べてもらったらいいんやん。食べるかどうか知らんけど。はい、フクロウ向こう向いたぞ。あ、これで出したら食べてくれるんじゃない。ほら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 連れ去ってった、連れ去ってった。これで無事。おー、もう早速買ってもらったゲームの2を願いよるけど早くないですか。はい、第17話、噂のクレープ屋。クレープな、久々に食べたいね。近くにクレープ屋さんあるんよ。100円玉握りしめとるけど、これはもしや目の前で売り切れるパターンなのでは。今日はこれで終了なんです。一言ぐらい言えよ、悲しい。ってことは一人どっかに追いやらん追いやらんといかんってことかな。どうすればいいんやろ。一人どこかに、え、これで、これで乗せてどっか行かせれるとかじゃない。自分が乗って前に行くの。え、どっか行ったよどういう、じゃあこれは別にいらんってことなんかな。他の人を乗せるんかと思ったんやけどな。違うんか。あ、こっちに行けるな。おばあちゃん大丈夫か。乗って前へ進みな。え、かっこいいえ、どうした、かっこいい。あ、なんか別のクレープ屋さん来たよ。え、綺麗なお姉さんしかもえ、いやーなんかさ、あれじゃない。あ、みんなあっちに。え、お兄さんまでいや、もともとそこにある店舗ならあれやけどさ、移動式店舗で横に来るとかある。はい、第18話大物釣り大会。大物を釣ればいいってことか。え、なに、それ自分引っかかってますけど大丈夫。いや、待て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 、引っ掛けんな、おいおい。あー、落ちた。あ、ありがとうめちゃくちゃ冷静でもいい友達やね焦ることもなく。これはじゃああいつはもうあのまんまにしといたんでいいってことかな。自分が大物を釣るためには。一番右の子とかなんか木の棒やし。あ、カモメを消しておかんかったら、え、来たよまた。カモメを消しておかんと大物を釣った時になんか取っていかれるとかいうことやね。違うんかな。
何すげえ。この子連れとるつもりかもしれんけど全然連れてないよ。全部カモメ取っていかれよる。でもそういうことやろ。へえ、じゃあどうすればいいんやろ。あ、これ何、下に行ける。カジキがおるよ、カジキが。これを待って、これをって思ったけど、あんなの仕留めれなくね。どうすればいいんやろこれ。別に何も、うん、タップしても何もならんしな。これやったらまた同じことになるよね。ですよねですよね。で、何か餌になるようなものがあればあれなんやけど。あ、カモメ2135、その順番で押せばいいってこと。2、1、3。あ、これで戻ってこん。なるほど。で、この子が釣った魚を餌にするんじゃない。つけれんやん。違う違う、海藻が釣れた違くって、下につければいいってことか。塗って2、1、3で、はい、魚釣って、はい、そしてこの魚を私が餌にする。おっと、気づいた。来たよ来たよ来たよ。お、協力してくれよる、いい友達イエーイ、やったね。うわ、すげえ、さばいてるちゃんとあれめっちゃぶっ刺さりそう、怖。はい、第19話、まだまだ食べたい。いいね、お祭りの屋台。なんかね、一個一個高くてもさ、めちゃくちゃ買って食べてしまうよね。まだまだ食べたいけどお金がないってこと？それはしょうがないんじゃね？諦めなきゃ。これお母さんかな？うん、別に何もできない。お、リンゴ飴。これは泥棒なのでは、大丈夫？ほらほらほら。ですよね。だってお金ないもんね。取ってはいけない。これはどうするべ。金なんかゲットしたけど、ん、何これ、何、かんざしを刺してあげて。あ、全然お母さんじゃないしかも目の前で売り切れた。じゃあいかんのか。どういうことだよ。違うところに使うとかかな。これをゲットしまして、別のところって言っても別に何もですよね。でもっと他に何か、別に特にない。やっぱこれなんかな、ゲットするのは。え、でもこれをどうする。ああ、何、ほら、直接ね、直接あげてお礼にってこと。ああ、なるほど、そういうお礼に。いや、もう粘らずに帰れよ。はい、第20話、ルール無用の徒競走。ウサギとカメや。え、カッパがおるんやけど、なんか。え、なになに？人参あるよ、なんか。この人参をどうするんだろうか。頭に水をかけるわけではなく、水、え、
人参をウサギに食べさせた。甲羅に水をかけるわけでもない。え、なんだ、お皿に水をかけるわけでもない。このまんまスタートしてな、大丈夫なのかな。より一層ウサギが元気になっただけよね。あとは最初の段階でお水をあげとかんといかんかったんかな、人参に。よし、このじょうろで人参に水をやって、これどんどんでかくなるんやない。おお、どこまででかくなる。その前の段階で止めとかんといかんのか。で抜いて、これをウサギに。おお、お腹がいっぱいになって寝た。よっしゃ、行くぜ。大丈夫、途中で起きないウサギ。イエーイ、ゴール。いやでもなんか全然、いやー参ったなーみたいな顔のウサギよき。仲良しやね。